こんにちは。ファッキンオンサムヘルマット丸山です。ですね、お久しぶりですという感じです。撮影が久々です。この前二ほどきしてまして、引っ越しの。そしたらね、これ出てきたんですよ。でミランのユニフォーム、これ2004年とかそんぐらいのあの時代ですね。めちゃめちゃセリエ A がむっちゃ強かった時のやつです。いや、この時のねミランむっちゃ強くて、マルディーニいたし、ガッドゥーゾ、シェフチェンコですね。なんといってもシェフチェンコめちゃめちゃ好きだったんですよ。なんでしょうね、あの嗅覚というか、ゴールへの嗅覚みたいなところね、めちゃめちゃ好きでしたね。はい、はい、まあ、結果何が言いたいかというと、まあ、はい、戦争反対ですというところです。今日の動画ですね、先日出ましたって言っておきながら、またねロストエイジの時同様1ヶ月ぐらい経っちゃってるんですけど、ブッチャーズです。山根と荒野における2枚 LP リリースされました。おめでとうございます。最高です。いや最高。なぜ山根がないかというと、ちょっとお金がなくてですね、買えませんでした。本当にお金がなかったです。ちょっと、引っ越しとね、重なってたんで、ちょっと、これ1枚だけとりあえず買いました、という感じです。こっちがね、めちゃめちゃ好きなんですよね、荒野における。3人と4人になる間の、1枚というか、ですね、これは。うん。ゲストで久子さんが入ってますと。正式メンバー、後々になりますけど、この時はゲストでしたね、まだ。まあ、なんといっても、さらば世界観主です。これがすごい好きな一曲でございますね。なんだっけ、これ。一曲目なんて読むんだっけ。これ一曲目なんて読むんだっけ。方位か。方位。思い出した。方位ですね。この一曲目の方位。こっから始まって、この方位がむちゃくちゃかっこいいですね。もう、デリリリリ。デデレレレデリリリリリリデデリリリっていう、もういきなりむちゃむちゃかっこいいですね。本当にアンサンブルがやっぱりすごいですね、ブッチャーズはね。そう、 CD も持ってるんですけど、やっぱね、こう LP でも欲しい一枚でしたね。荒野におけるは。こう、下手したら、どうだろう。荒野におけるが1、2を争うぐらいで好きです。一番好きなのが結局バーディーかなっていう気がしてますね。方位があって、ラッキーマンも、PV も面白いですね。あれもいいですね。で、なんといっても、まあ、さっきも言いましたけど、さらば世界君主があると。さらば世界君主の、まあ、アンサンブルだよね、やっぱりね、あの曲の良さ。良さっていうか、まあ、なんだろう。ブッチャーズの良さっていう話になってくるけど。すごい複雑、一人ずつ複雑なことやってるけど、一個にまとまるとこう、塊として聞こえるっていう、なんか不思議なバランスがあるなっていうのを、いつも思います、聞いてて。で、特にさらば世界君主はもう、歌メロがすごい、ポップです、と。ポップになっております、というところですね。で、その後悲しみを吹っ飛ばすと。これはね、もういっぱい聴きましたね、この曲もね。吉村さん亡くなった後とかね、すごい聴きましたね、やっぱ。これ名盤だと思います、完全に。いや、いいアルバムでございます。ブッチャーズ、おすすめです。ブッチャーズはまたね、ロストエイジみたいな感じで、順序ごとにアルバムで、なるべく深掘りしたいなと思っております。ちょっと今日は短めな動画を出したいなと思って、ちょっとこれ1枚だけ、ちょっと話してみました。これね、出たんで、皆さん買ってください。1ヶ月経っちゃったけど、買ってくださいというところです。はい。今日ね、本当はポゼッサーをね、見に行こうと思ったんですけど、あの、クローネンバーグの息子のね、思ったんですけど、明日からでした、公開が。館内のね、ジャック&ベティまで行って、着いて、チケット窓口行ってから気づきました。で、帰ってきました。はい。またそれもね、ちょっと、
なんか話せそうだったら話そうかなというところでございます。あとあのコメントをねいただけるとすごいありがたいです。はい、コメントがちょっとつかないなって思いながら、動向を見守っております、最近は。はい、そんな感じです。はい、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ではまたお願いします。